朝倉未来はクレベル小池に勝てると思いますか？どうだろうね。寝技がうまいからな、クレベル。テイクダウンされちゃうと大変なことになるかもしれないね。どうなるかな。未来が決められてタップするみたいなことがあるのか、それともやっぱり打撃で押し切るのか。楽しみでございます。クレベルのタックルをひたすらかわし続けることができるのか。絡みついてくるからな。